はい、皆さんこんにちは。通訳案内士の横山です。今回は福井県福井市の、陽光館にやってまいりました。パチ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 ということでね、福井にあります、有名な、ね、庭園ですね。今ですね、陽光館庭園の西口ですね、西口を入ったところですね。ではね、今からね、散策していきたいと思います。この庭園はですね、福井藩主松平家の、ね、別邸ですね。まあ、福井県がね、福井藩がその、松平家のね、まあ藩でしたので、そのね、福井藩主のですね、別邸ですね、別邸の庭園ですね。で、名前がね、陽光館と言いますけどね、有名な藩主のね、松平春嶽って、あの幕末に出てきますけどもね、その大名によってね、まあ、名付けられた、庭園ですね。ね、屋敷がありますね。屋敷の前にね、池が広がっていますね。この池はですね、城下を流れる飲料用の水路である芝浦浄水っていうね、その浄水の水をね、引き込んでいるようですね。苔がね、すごく美しいですね。こっちがね、東門ですね。ここから書院入り口ですね。台所、台所って書いてありますね。あ、盆栽がね、飾ってありますね。素晴らしいですね。この辺は一番贅沢地ですね。東と南と西にこれだけ開放してますから。よけっぴよ。かっこいい。じゃあできましたのは実際あの平成5年代ですね。ああ、そうなんですね。はい、ちょうど30年代ですかね。できた方は。
素晴らしいですね、これね。この建物の前にね、あの池が広がってまして、回遊式ではないですね、これね。回遊式臨泉庭園ですですね。臨遊式ですね。臨遊式臨泉庭園ですですね。またここぐるっと回ってここ戻れるんですか？またそっちからお入りいただければ。ああ、大丈夫なんですね。うん、へえ。また写真撮った方がいいよ。ああ、もう入った道入ってきたな。すごい、こっちでもある。池がですね、最深部 1.8 メートル。石塔が立ってますね。あとなんか小屋みたいなのがね、ありますね。お大須。これは何ですかね、これはですね、お湯殿ということで、蒸し風呂を備えたお湯殿と、その前面の、お上がり場があるわけです、ね、あ、風呂だったわけですね、これね。水を流すためですね。こういうもの。というかね、こっちにもね、水がありますね。すみません、あそこにある小屋は何ですか？あれは、はい、ね、はい、この庭園を回るでしょう、はい、これを散歩散策して、ちょっとの休憩所です。あ、休憩所ですか。はい、庭園って言うんですけども、あ、なるほど、はい、ありがとうございます。あ、じゃあ後で。じゃあちょっとまたね、戻っていきたいと思います。
素晴らしいですね、これ。建物の屋根もいいね、いいですね、すごくね。すごくユニークなね、これ 石橋ですね、これね、自然石。これはでも再生したってことでしょ？これも再生したってことでしょ？最大級の自然石の石橋が配されてます。昭和57年に国の名所にしてたんですね。この石もね、なんかでっかいですね、これ。この石がね、すごい大きいですよね。巨石ですね、これね。ここから水湧いてますね、これね。お茶屋の跡ですね、これ。ここになんか礎石みたいなね、残ってますね。休憩所っていうね、おっしゃってましたね。ああ、これね、石塔がね、向こうからね、見えましたね。建物の中から見えた石塔ですね、これね。ここに築山がね、ありますね。でまたね、入り口に戻ってきましたね、西門にね、戻ってきました。はい、ということでですね、今回は福井県福井市のですね、陽光館庭園をね、散策しました。まあね、珍しい回遊式臨泉庭園ということでね、建物の中からね、こう眺める感じの庭園ですけどね、非常に美しいね、庭園で、なんかアメリカのね、あの雑誌にもね、取り上げられたっていうぐらい、
まあ、海外でもね、なんか人気のある庭園らしいので、まあ、ぜひね、福井県に来たら、ぜひね、陽光館庭園をね、散策してみてください。